しかしの宇宙への夢は果てしないものがあります。夜空にきらめく星の群れ、銀河の向こうには何があるのでしょう。空想は無限に広がってゆきます。もし向こうにも誰かが住んでいたら、きっと同じように想像を巡らすことでしょう。そこから見れば、地球は銀河を越えたところにあり、地球人は宇宙人というわけです。なんと楽しいではありませんか。この曲は、夢と憧れを持って明るく美しく演奏してください。ステージ演奏の他は、駆け足マーチとして用いてください。速度の指定は、幅を持たせてありますが、演奏開始後は、およそ、定にしてください。前奏は、夢がどんどん膨らむようにクレッシェンドをします。9、10小節は、ピッコロ、フルートをキラキラと浮き立たせてください。A からのトランペットは、明るく輝かしく演奏すること。13小節目のテナーサキソフォンとユーフォニアムの上行の動きも、よく聞こえるように願います。B も同様です。C は低音が旋律を受け持ちますが、あまり荒々しくしないこと。D では、A でトランペットが奏したことを、クラリネットとサキソフォンが受け持ちますが、これも生き生きと演奏してください。さて、トリオは、さらにロマンチックにお願いします。E の3小節目からのクラリネットとサキソフォンの旋律はできるだけ美しく、なだらかに、十分表情豊かに歌い上げてください。ところどころ現れるフルートは星のささやきです。F はもう最高に聴衆を酔わせてください。リピートしたとき、トランペットのオブリガートが加わりますが、これはスタンドプレイをしてもいいくらい、独奏のつもりで、朗々と歌い上げ、むしろクラリネットの主旋律が裏に回るくらいの方が効果的です。ラカッポしたとき、C から S クラリネットとサキソフォンが奏する対旋律は、はっきり浮き上がらせてください。コーダのトランペットは、テーマのモチーフですから、はっきりと印象付けて曲を締めくくってください。その他はいろいろと自由に解釈してくださって結構です。では、明るく楽しい演奏を期待しています。